チュラルボイスライブとしてここでみんなの森のみんなのホールで開催するのは今年で2回目なんですね。でバンドの形にして演奏会するのは今年で5回目で、もともとはもう10回以上重ねてきているものなんですけど、発表会って、日頃の成果を発表するっていうもの以上に、私的にはその練習してるその意味合いとか、なんで歌おうと思ったのかなっていう意味合いがどんどん深まってって、それを今日この日に発表する、みんなに伝える、周りの人にそれが伝わるように体験していただくと。で、その場を経験することで、もちろんやりきった感を感じてもらいたいっていうのもそうですし、これを頑張ったから、じゃあ次何か他のことも頑張れるぞとか、そんな気持ちになってもらえたらいいなと思ってます。で、お一人一人がそのいろんな思いで出演されていることもすごくよく分かってるので、なんていうのかな、そういうプロの方々に、照明さんとか PD の方、バンドの方々にサポートしていただきながら、それを歌という形で発表できるような場になったらいいなというふうに思っておりますので、今年このような形で2回目ですけれども、引き続き今後も続けていけたらなと思っております。Because the Lord